の町を目指すには、ま、肌慣らしにはちょうどいい。こんなところで喧嘩か？怪獣の追走。いいかい？厳しい戦いになりそうだ。
俺がヘマしたばっかりに。エリザベスが連れ去られた。俺には明日を生きる資格なんかねえ。いっそ焼き豚か豚串にしてくれ。豚くん、落ち着くんだ。まだエリザベス様がどうなったと決まったわけじゃないだろう。団長、ここはじっくりと作戦を。今すぐ助ける。貴様はまさかドラゴン神メリオダス。エリザベスを助けに来た。助けるだと。うまい。さーて、やりますか。さあ、始めようか。そう見ている。どれ、デキス様、どうしてこんなことを。そりゃ、覚悟はいいか。そっくりそのまま返して。くらえ。この程度ベロニ。メリオダス様。帰ろうぜ、エリザベス。みんな待ってる。何でも7つの大罪と王女を送れ、リオネスから騎士がワンサと押し寄せているんだ。最近は今日この店でなかなか気になる噂だな。メリオダス様のことをとんでもない悪人だと言っていた。でもごめんなさい、ベロニカ姉様。私はたとえ世界中を敵に回してもこの人を信じます。遠慮はしないよ。
肩慣らしにはちょうだい。行くぞ。Come on!